富士フイルム開発者によるプロダクト解説 X ラボ。前回に続いてテーマは原点回帰をコンセプトに掲げ、スチールカメラに振り切った外装設計をまとった XT5。 進化したデザインに注目です。あとはそのペンタプリズムのところの形状も今回、少し今までの T シリーズから、脱皮というと変ですけど割り切った形で、進化できたかなと思ってまして、 T1 の時も結構大きかったので、特徴として結構あえてこのペンタプリズムの形をボリューム全体のボディのボリュームからちょっと大きめにさせてもらってるんですよ。パッと見た時になんかいいファインダーついてそうだなっていうところを訴えるためにこういったバランスにさせてもらってて、それを T3、T4 でも継承してきたんですけど、今回のその役割としてバックトゥオリジンであったり小型化っていうところのメリットを最大限出す、でモダナイズする形ということで、ここのおでこの面を少し斜めに寝かしたりですね、側面のこの角度を少し寝かしたりして頭をキュッと小さくしたというところもやっていただいたんですよね。あとやっぱりあれですね、三軸チルトの復活というのが、ここはやっぱ大きいですね。これは個人的には一番嬉しい。やっぱりそうですね。静止画カメラ。静止画カメラ。今回ここは LCD もパネルが新しいものになっているので、画素数も160万ぐらいから180万ドットぐらいに増えて、で同じ3インチなんですけど、やっぱりちょっと画素数が増えた分の見た目の違いというのはちょっと違うなっていうのは、細かいんですけれども分かるような感じになっていて、そうですね。あとはそのチルトになったことで LCD の取り付け構造、より表示が構築中心に近寄ってきてるっていう T4 と比べてそういう使いやすさの改善というのもあると思います。やっぱ縦取りの特に静止画でっていうところを重視して今回は戻しましたっていうか、これもバックトゥオリジン。そうですね、T2 からか、三軸は T2 からですか。 T2 からそうです。最初は二軸で始まりと、こういう細かい積み重ねでその第5世代らしいその進化感というのが体現できているのかなという点では、やっぱり藤村さんの、やってくれた棚心のここの角のところが、これは大きいですよね。グリップここですね。やっぱちょっとT4 の時に中身を詰めすぎたというか、そこの角が若干こう親指の付け根に当たる感覚がちょっと痛いっていう反省点があって、今回はちょっとスクエアというか前回のやつはここもかなりここを削る、もうちょっとデザインにも協力してもらって、そこの電池蓋の割り位置だとかカードコネクタの位置なんかをちょっとずつ調整しながら、いかにそこに柔らかい R をつけるかっていうので、ここも何種類かこうモックを作って皆さんに握ってもらいながら、まだ痛いなまだ痛いなって言いながら、いやこれだいぶ結構フィットします、ね、そうですね、だいぶ長時間に握っていてもこう優しい角あたりになったと思います。まだちょっとこう H2S と H2 出した時にあれあれみたいな、フジフィルムってもうなんかモードダイヤル系に行くのみたいな、書き込み、結構皆さん書いていただいたんですけど、ご安心くださいっていう、はい、僕らみんな思ってました。関係ないけど、いや大丈夫ですけど、ちょっと今は言えないんですみたいな。 T シリーズとかはこれまで変わらず、この操作系をしっかり大事にしてきていただきたいなというふうに思ってます。H との差 あれですね、縦位置グリップをなくしたことによるこの底面のシンプルさ、高さを低くすることにも貢献しているポイントですけど、だいぶ綺麗に整理されている。その電池を開けるときのこのクリアランス用にあったこの蓋の溝とかですね、もともとあった縦位置グリップの端子をなくしていただいて、さらにその三脚座の固定ネジ、これもちろん強度を担保した上で見た目をすっきりさせてくださいと、ここもしつこくしつこくお願いして、なんとかやっていただいたということで、もう歴代一番綺麗な足の裏というか、こだわって自分で使うときに一番ニヤニヤしちゃうんだなぁなんて、あまり人の目に触れるところではないですけど、ないけどそこもこだわって、ここもこだわってますっていうところが、T シリーズらしいというか、ハンドグリップ、そうですね、そうですね、これも今回久々でしたよね。これもそうですね、1回そうですね、 T4 とかはラインナップしてなかった、普段と違うちょっと形状というか、そうですね、お迎えのこう周囲の土手がないというか、非常にシンプルなソリッドなアルミのパーツになって、これ単体で見てもちょっとそのメカ好きにはいい部品ですねという形になってニヤニヤするポイントかななんて思いますね。このメタルハンドグリップのここの削りというのは、最初こ
ここまでやるのかってびっくりして、ね、本当にこれ成立するのかなって心配してたんですけれども、うん、実際作ってみたら全然強度持っていて、でこれをつけた時の握りやすさっていうのは本当びっくりして、ボディだけでもここは当たりがすごくフィットするっていうのが、はい、その面がそのままつながって今井さんにデザインしていただいて、うん、でここの持っていてもさらに持ちやすくなるっていう効果がびっくりしました。我ながらびっくりしました。あとはやっぱ最後の塗装ですね。これもともとはね、その T4 で実現いただいた黒とかシルバーが非常にいい質感で、評判も良かったんで、当初ここまでって思ってたんですけど、やっぱりいろんなところその実現いただいて、いろいろな進化をちゃんと体現できてきた時に、この形、この進化に合った色っていうのがあるんじゃないでしょうかということで、結構変なタイミングでしたけど、やっぱり塗装の進化というのをね、無理を言って検討できませんかっていうことで、あの時あれ言っといてよかったなと思いましたね。今回やっぱブラックをもう一度魅力的な、うんうん、でも実はこれ T1 からちょっとずつ黒の塗装って変えてるんです。変えてますよね、実は。このハンマートーンって、まあ、うちの社内で呼んでるんですけど、このつぶつぶの、まあ、ついた、うん、この塗装のこの流浄感ですかね、このつぶつぶ感を、うん、実は T1 から T4 にかけても実は少しずつデザインのこだわりがこう思って表情が変わってきてるんですけど、今回さらにそれをもう一段細かくしようということで、あの塗料メーカーさん、塗装メーカーさんを巻き込んで、その新しい塗料のレシピが作れないかと。何回もサンプル、そう、何回も十何回以上そのレシピを取っかえ引っかえ、これじゃないこれじゃないってやりながら、まあ最後はこの流浄感であったり、まあ、黒みもかなりこだわりましたね。うん、そうですね。より黒くて、より流浄感が細かい、その引き締まったシャープな造形に非常にマッチした塗装に進化させてもらいまして、ね、一番気に入ってる塗装の色の一つですね。うん、部品メーカーとしてはやっぱちょっと苦労するというか、うん、そのより平滑であったり、こう繊細な面であったりすると、やっぱ下地の粗っていうんですかね、その生地の粗を拾いやすくて、よほどその素肌美人の部品を作らないとこの黒塗装に耐えられないってことで、まあ人がこう磨きながら仕上げてこの塗装を拭いてると、まあ、それに頼るだけじゃなくて、今回はその粒々のその粒の出し方もちょっと拭き方を新しい方向に変えて、まあレシピもいろいろ変えて、まあ量産性を保ちながら、まあこの品位を実現できたっていうのは、まあ新しい発見でもありました。そうですね、これはやっぱり画面ではなかなか伝わらないと思うので、この辺もね、このグリップ握りながらこう T4 と比べてこうサワサワしていただいて、こう体感いただきたいところですよね。そうですね。同時に発売するやつでこの 30mm のマクロレンズ、うん、等倍マクロなんで、まあ、標準の焦点距離で、まあ、かなり寄れるレンズなんで、うん、この中 T5 と結構ぴったりマッチするかな。これはもうデイリーユースで、デイリーユースでこれ1本で、まあ、これも撮れるし、こう普通のポートレートとかも撮れるんで、まあ、今回かなり、まあ、デザインとか外観の、進化が大きいんで、思い入れを持って、作った T5 ですんで、ぜひ、まあ、物を触っていただいて、まあ、購入とか検討いただければと思います。じゃあ今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。